はいどうも皆さんこんにちは。本日も牧場物語ウェルカムワンダフルライフやっていきましょうか。そしてもし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録、そして僕物が好きだぜっていう方は高評価をポチッと押していただけると幸いですね。では今日の動画の内容としましては、特殊なエンディングっていうところで旅立ちエンドと独身エンド、こちらについて語っていきましょうか。まあ通常のエンディングであれば、例えば酪農エンド、農業エンド、音楽家エンド、芸術家エンド、スポーツ選手エンド、科学者エンドっていうところで様々なエンディングがあって、で、その中でも特殊なエンドっていうところで、こちらをね、今日は話していきましょうか。で、まずですね、こちらの選択肢皆さん覚えてますか？どうでしょうか？おそらくこの動画見てる中には、やっぱりやめるを選択した方いるかと思います。皆さん、こちらやっぱりやめるを押すとどうなると思いますか？これね、まあ、多分ネタ的な要素があると思うんですが、最初の選択肢でやっぱりやめるを選択すると、なんと旅立ちエンドっていうところでエンディングになってしまいます。要するに旅立って終わりです、さようなら、ゲームクリアみたいな感じで、まあ一応エンディングっていう立て付けになってるから、まあクリアっていう言い方が正しいかもしれませんね。さすがにこれネタだろうって思うんですが、まあこのような選択肢がね、冒頭にありました。まあある意味落とし穴ではありますよね。まあとりあえずそういったところなので、まあこれからね、ウェルカムワンダフルライフプレイされる方は、ぜひね、やっぱりやめるを選択せずに、やるを選択しましょう。じゃないと、ゲームを遊ぶことができないんで、まあ一応クリアっちゃクリアではあるけど、明らかになんか自分たちが期待しているクリアではないから、まあここはやるを選択した方がいいのかなっていうところですね。あと独身エンディングっていうところで、こちらに関しては、まあプロポーズを断ると、なんとね、独身エンディングが迎えられますね。まあ迎えられるっていうか、なんというか、まあこれもこれでありっちゃありかもしれないけど、まあ一応ですね、このゲームっていうのはプロポーズをして、まあ結婚しないと先に進まないですよ。なんでかっていうと、ワンダフルライフだから。なので、第2章以降プレイしたい方はですね、プロポーズをしましょう。じゃないと、独身エンディングが流れてゲームクリアとなりますね。まあゲームオーバーっていう言い方の方が正しいかもしれないけどね。で、その中で2年目のパーラとの春の1日目までにプロポーズしないといけないから、なので、まあ、好感度を上げていったりだったりとか、あと恋愛イベントか、そちらの方も進めていかないといけないから、これね、めっちゃ重要ですよ。なので、ぜひ皆さん、覚えておいてください。いやーけど、このゲーム本当大変ですよね。やることがいっぱいあるというか、なんというか。で、あと、プロポーズすると独身でいるっていう選択肢もね、プロポーズをするタイミングで現れるんで、で、その際にプロポーズをするを選択しましょう。はい。まあ、そんな感じでしょうか。まあ、今回は旅立ちエンドと独身エンドっていうところで、かなり珍しいエンディングについてご説明させていただきました。ただ、今のところはですね、確認取れてる限りでは、落とし穴はね、この2つぐらいかな。他にも何かありますか？ぜひね、もし何かございましたら補足をコメント欄にお願いします。いや、どうなんだろうね。多分今のところはこれぐらいか。まあ第一章はね、本当に長いというか、下積みというか、やるべきことがいっぱいあるんだけどさ、第二章以降は、まあ消化試合ってわけじゃないんだけど、まあそんなにやることはないみたい。いや、やることいっぱいあるよ。やることあるけど、第一章みたいになんかコン詰めて、やべえ、好感度上げないといけないみたいな。なんかやるべきことは決まってないみたい。まあ時間の流れとともになんか進んでいくって感じらしいですね。あとまあ子供が生まれるみたいな感じか。うん。お、あれ？何これ？ああ、新しい羊が来たってことか。オーケーオーケーオーケー。じゃあまあウニ食は、はい、ウと。オーケー。まあこんな感じでどうでしょうか。いやーけど大変だな、本当に。このゲームも。やるべきことがいっぱいでござるよ。ただまあそれがね、面白いところではあるんですけど、お、晴れてるんで放牧しましょうか。で、あとさ、マイクロ持ってたんだけどさ、これ餌手動でさ、入れないといけないのめんどくさくね。なんか昔の作品だったらさ、これ自動で入ってくれるんですよ。なんか自動だったんで、なんか自分で持って入れるのが結構めんどくさいですね。ルーティンみたいな感じになってるけどさ、これちょっとどうにかならないかなと思っているんですが、まあどうにもならないか。あとね、こういった形でしっかりと、
好感度上げていきましょう。はいはいはい、いい感じじゃないですか。あとね、ブラシが結構重要らしいんでね、ブラシをしっかりとねしていきましょう。そう、ブラシがね結構重要なんですよね。で、動物との好感度もね結構重要らしいので、そこもね意識してやっていきましょう。はい。いやー、けど本当にエンディングっていろいろあるんですね。あとはそのやっぱ結婚候補によって違うみたいな感じか。あれ、これ何、あれ、あ、寝てるってこと、寝てるってことか。ブラシできないね。まあいいや。ってことでブラシをしていきましょう。ってことでこんな感じか。で、あと放牧をするという感じかな。いや、いいな、動物って。俺もさ、動物になりたいわ。寝たいね、こんな感じで。楽そうだな。食って寝て、食って寝てみたいな。いいよな。俺もそうなりてえよ。あ、こいつはまだ寝てんの？あー、まあいいや。ってことで、ちょっと、おー、なんかリンゴめっちゃ落ちてるね。あとなんかバナナがね、めちゃくちゃコスパがいいと聞きましたね。おー、めっちゃすごいね。ちょ、リンゴ取ってこうか。リンゴの木か。なんか今のところは、あれかな。今のところは、バナナが一番いいのかな。バナナがめっちゃいいっすよ、みたいな感じで聞いたんだけどさ。しかもめちゃくちゃ高値で売れるから。なので、金策はバナナみたいな感じで聞いたんですけど、どうでしょうか。え、まだ咲いてねえの、これ。いやー、けど農作業も大変だよな、牧場物語。なんか、今作は本当に牧場物語って感じがするわ。わかる？言ってる意味。なんか今までの牧場物語ってさ、牧場物語ではあるんだけどさ、なんかちょっと違ったんすよね。特にオリーブタンとかさ、なんか全然違ったんだけど、なんか今作は本当にガチの牧場って感じがするよな。よし、ということでちょっと農作業やっていきましょうか。いや、けどオリーブタンめっちゃ懐かしいね。あれは一体何だったんだろう。このワンダフルライフをやってからさ、多分オリーブタウンやると結構衝撃的な感じがするな。グラフィックがね、めっちゃ進化してるんですよ、ワンダフルライフ。すごいよね。なんかこれをオリーブタウンに俺は求めてた気がするわ。このグラフィックを。まあ他のゲームと比較するとそんななんかいいかって言われるとそうではないんだけどさ。ただやっぱりいいよね。とりあえずこれをね、水やっていきましょう。そういえばもうすぐね、プロポーズの季節か、俺も。あと15日ぐらい？そう、プロポーズの準備もしないといけないんだよな。一応好感度は完走してるから、まあ多分大丈夫だと思うんだけど、あとイベントもね、別途こなさないといけませんみたいな話聞いたんですけど、どうなんでしょうかね。そう、恋愛イベントがね、重要らしいわ。ちょっとそれもやっていかないといけないですね。で、水をやっていきましょう。OK！ こんな感じか。いや、水やりもね、ちょっと自動化したいな。なんかスプリンクラーとか多分あるよね。なんか昔あったんだけどさ。いや、今更ながらなんかスプリンクラーの偉大さ、思い出すね。オリーブタウンの。あれマジで神だったよね。結局なんか、ゲームでも、なんか効率を求めてしまうような、まあ、あんまり良くない傾向ではあるかもしれませんが。で、農作業やってると朝の10時か。早いなぁ、ほんと。いや、マジで早いよね。とりあえず皆さん、これから多分ね、僕ものやる方が多いかと思いますので、ぜひ注意してください。なんかパッケージ版に関しては、ちょっと遅れてるらしいですね。寒波の影響で。まあ、地域によると思うけどさ。なんかまだ届いてないとか、土日に届くみたいな、そういった人が結構多いみたい。で、ゲームショップに行っても、まだね、並んでないゲームとかもあるみたいで、まあ、大変だなと思いましたね。で、このまま進んでいきましょう。おー、いるね。あと、ニーナとガリーさんの、好感度を上げていかないといけないらしい。理由はわからないけど、なんでなんだろうね。なんかそういった話を聞きましたね。なんかこの二人の好感度めっちゃ重要だぜ、みたいな。これ何？聞いてないよ。ん？あー、コロボックルくんか。あー、なるほどね。まあ、年を取ると寂しくなるよね。お、ってことでまたピアノ弾いてるな。で、イベントはね、今、ルミナちゃんのやつ3つ見てるので、まあ、そこそこ見れてると思うんですよ。で、まあ、残り、あとわずかかな。あと2つぐらい。もしかして全部見れてるかな？どうなんだろう。あと、プロポーズするだけだと思うんだけどさ、ちょっと青い羽も用意しとこうか。
そうだね。いつプロポーズのイベントが始まるか分かんないから。それなんだよな。で、馬笛で馬を呼んで、これ便利だよな。で、馬に乗りましょう。さあ、というところで、今日の動画一旦終わりましょうか。最後になりますが、チャンネル登録、そして高評価、忘れずにポチッとお願いしますね。ぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょうが、バイバイ、最後に高評価もよろしくお願いしますね。